は前回ね、まあよく見ないで買ったムーブメント両巻きだと思ってね、 ST1612 に交換してやろうと思ったもの全然合わなかったんで、今回はそのね、依頼されたこの時計だね、この2本何のムーブメントかわからないんですが、こちらの時計オーバーホールしていきます。では行ってみましょう。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。では今回は戦場からスタートというわけではありません。そう、スイッチの押し忘れ、カメラのスイッチの押し忘れです。申し訳ありません、バラシは撮ってなかったんだよね。まあってことで今回はね、戦場をちょっとね詳しめにやっていきます。そう、まあハケというかブラシで洗浄します。まずここはシャーレを2つ用意して、こっち側ね、まあ俺は右側って決めてるんですけど、こっちでまず洗浄します。洗浄っていうのかな、こうもう洗います。このハケで持って洗ってあげるんです。油汚れ、バリを落とすかのようにきちんと洗いましょう。ここでね、かなりのバリが落ちてきます。これだけで相当なバリが落ちてきますから、使ってるのはベンジンですよ。ベンジンを使います。そしたらこっち側はすすぎなんです。すすぎなんです。すすいで、そしたらキッチンペーパーにのせるっていう感じ。すすぎの方ではあまりこすりません。本当にもうなんていうのかな、汚い洗浄液をここのすすぎで落としてやるようなイメージ。なので洗浄はこちらの右側だね、右側でブラシで持ってこするというような方法をとっております。で右にまずね、ほらどん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 入れていくんです。で少しこうやってねこすります。歯車なんかはやっぱり補助とかね、そういったところ、あと歯車の先っぽ黒くなってますからね。そう、このようにして洗浄します。そしたらあとは組ですね。まあバラシ動画を撮ってなかったのでちょっとまあ説明もしようがないんですが、まあこのコピームーブメントなんか見たことないんですよ。見たことなくてね。でまああまりまあオーバーホール、このコピームーブメントをオーバーホールする人もいないでしょうから、ちょっと駆け足でという感じで紹介していきます。まあ、いかんせん2813よりもね、なんかね、すごく組みやすかったです。印象は組みやすかったです。まずね、どん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 オイルを差しながらいきましょう。オイルの種類もね、やっぱり数種類分けた方がいいです。秒針なんか司るところは粘度の低いのを。で、まあ、トルクがかかるところなんかちょっと粘度の高めをオイルを使ったりしましょう。そう、まずはここだね、これ、2番車がつながってるところ。この受けをまず乗せてあげます。その上にゼンマイ。そしてほら、ゼンマイとその丸穴車、角穴車が乗る受けを乗せてあげます。これね、分かれてるんですよ。分かれてるので相当に組みやすいです。まずこのゼンマイの受けを乗せてあげましょう。で、ガイドがありますので、ガイドのそのガイドに従って、このね、受けを乗せてあげればきっちりはまります。でここは今オイル差したとこ、丸穴車のところですね。そしたらば今度はね、輪列を組んでいきます。輪列を組んで、この輪列の受けを乗せていきましょう。ほらこれね、やはり分かれてるんですよ。これは輪列だけの受け、ゼンマイだけの受けといったように、この受けが分かれているので非常に組みやすいです。とはいえ、この、なんていうのかな、少しはまりづらいところがあります。ちょっとね、この辺の、なんていうのかな、輪列の組みが、まあ、やはりコピーですね。安価なムーブメントなんかわかりませんが、ちょっとね、組みにくいところがここら辺だね。で、この丸穴車は逆ネジでした。逆ネジです。
でね、アンクルも組んでいきましょう。もう意外とね、こうパパパッと組めるようなムーブメントでしたね。印象的にはそういった印象です。割に組みやすいムーブメントでした。では脱進機を乗せていきましょう。まあ、耐震装置も外してますのでね、まず脱進機だけ乗せていきましょう。アンクルも組んだ後に脱進機を乗せますかね。その耐震装置を組む前に脱進機を乗せた方がいいです。その後にね、耐震装置この後乗せていきます。では耐震装置も取れてなかったのでね、ここら辺は集中できます。集中しなきゃダメなので、カメラにかぶさってしまうのでね、きちんと、ではゼンマイを巻いてあげて動くかどうか。きっちり動いてますね。本当に気持ちよく動いてます。でこの後にまあローターを乗せるんですが、見てください、真ん中に穴が開いてるんですよね。ちょっとこれのタイプ初めて見ました。初めて見るタイプで、この軸がこの何ていうのかな、刺さるんですよ。ほら、こういったタイプ初めてだったので。そしてこの周りに小さなビスが2本あるんですが、それで止まってるような感じでしたね。そう、ここまで来ればもう完成。では完成をしっかり見ていきましょう。ではもう今回は駆け足でした。駆け足でパパパッとね、オーバーホールしてみました。まあ詳しいオーバーホールの方法とかはちょっとね、まあ集中しすぎて取り忘れが今回多かったもんで、あと価格からの外れが多かったもんで、あまり詳しくは取れなかったんですけど、やってみた感じ、このムーブメント何かよくわからないんですが、やりやすかったです。非常にやりやすかった、2813なんかよりも受けの、なんていうのかな、受けがこう分かれているんだよね。なのでものすごくやりやすかったです。動き的にはすごくいい感じです。これはもう稼働テスト2日目かな、稼働テスト2日目、2日目でまあズレもなく動いてます。でタイムグラファー調整も終わり、あとはどうかという感じかな、いい感じかもしれないですね。フル洗浄をしてで組み上げてますので、相当に綺麗です。一旦フル洗浄もして組み上げてますので、かなり綺麗ですね。でいかんせん、テープ止め、文字盤がテープ止めだったもので、そこだけまあ気になるね。何なんだろう、なぜあれにしたんだろうという感じです。まあ、今回は初めてのムーブメントのオーバーホールでした。やってみて、まあ、意外と組みやすいなというふうな印象でした、このムーブメントは。ちょっとまた変わったな、ね、初めて見るムーブメントでしたけど、これだったら意外とあれだな、組みやすかったな、割に組みやすいムーブメントでしたね。ではもう1日2日、ちょっと稼働テストさせてみて、でね、依頼者さんにお返ししていきましょう。いやー、なんとか出来上がったな。本当に集中しすぎて取れてなかったのが残念です。いやー、なかなかいいな。ということでね、まあ、ざっくりまあオーバーホールをしてみます。ざっくりというかオーバーホールしたんですが、紹介的にはざっくりです、まあ特段これをオーバーホールする人もあまりいないでしょうけども、やった感じは2813なんかよりも組みやすいすごい組みやすい、組みやすいと思って、あの受けがね、やっぱり分かれてるんです。あの2813はね、受けが全部一緒になってるもんで、まあ、コストの問題かどうかわからないですけど、もうゼンマイの受け、輪列の受けっていうのが全部一体になってるんですよ。だから難しいんですけど、これはね、分かれてたんで、分かれてるんですよ。ゼンマイの受けで真ん中の輪列の受けって分かれてるので、非常に組みやすいです。これぐらいだったら全然あのオーバーホールできるね。オーバーホールしてやっぱりね、あのバリがすごかった。すごいバリが出てきてね、洗浄した後その洗浄液見るとキラッキラしますからね。相当にやっぱバリがひどいね。まあ、こういった系のやっぱりコピーはバリがすごいですから、まあ、削れるんでしょうね。で、まあ、意外とこうオーバーホールしてバリを落としてきれいにした方が意外と持つかもしれない新品を使うより持つかもしれない、まあ、いかんせんそのね、あの歯車とか補助だとかそういったものの削れはあるでしょうから、そういった時また、まあ、オーバーホールして1回だろうね。次不具合出たら、まあ、オーバーホールよりも
まあ、ムーブメントを交換した方がいいですね。で、なんか知らないけどね、これね、文字は貼ってあるんですよ。足がない、足が全部取れていて、取っていて、で両面テープで貼っつけてるんですよね、まあ、パッと見はなんかすごくでかくてね、でかいタイプだね、これね。よかったんですけどね、まあ、貼ってあるタイプだから、そんなにあれかなと思ったんですけどね、綺麗に直せたのでね、綺麗に復活できたので良かったです。まあ本当良かった。動き自体もやっぱりね、少しでもあんま良くないな、ゼンマイが弱いのかもしれない。ちょっとゼンマイが弱いっぽい、その動きだね。まあ調整はしましたけど、まあこれで次はもうムーブメント変えた方がいいね。ムーブメント変えた方がいいかもしれない。でもまあ貼り付けれるタイプっていうのかな、貼れるからこっちの方がいいのかもしれないね。初めて見るムーブメント、オーバーホール、なんとかやってみました。いや、よかった。ってことでね、こういった日々の作業、インスタ、ツイッター、そちらの方でもよくアップしておりますので、ね、そちらの方の、フォローもよろしくお願いします。ってことで、今日はね、コピーオーバーホールしてみました。何のムーブメントか分からなかった。今も分からない。まあ、何か、まあ、探しは出てくるんだけどね、分かりませんでした。でも、あれだったら割にいいな。オーバーホールしやすかったですからね。割にオーバーホールしやすかったな。ってことで、次回も楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。